皆さんご存知だと思いますが、改めましてアルビレックス新潟の背番号28番、フォワード、ミドルフィールダー、ディフェンダー、何でもこなすオールラウンドプレーヤーとして早川久美也選手です。どうぞ。昔からの夢にやっと叶うことができるということで、ものすごく期待を持って僕自身サッカー、プロサッカー選手のキャリアをスタートさせたわけですけれども、そうした中で徐々に自分自身の体が動かなくなっていく、自分自身のチームメイトであったり監督、コーチの期待に応えたい中でも自分自身の体がきつくなってきて、このように動かなくなり、サッカー選手としての幸せであるピッチで結果を残すというその幸せすらも求められない、本当に悔しい、また苦しい時期を過ごして、僕自身は急性の骨病という診断を受けました。体調の不調っていうのはずっと妻にしかほぼほぼ話せてなくて、で妻はやっぱその体調が悪いの知ってはいたんですけど、やはり それが白血病だって聞いた時には妻も涙してましたし、ただやはり妻は僕自身もずっと当時彼女だったんですけど、何も言わずにこう支えてくれましたし、その当時こう関東に住んでいたので、僕は新潟で治療していたので遠距離だったんですけど、そうした中でこう自分が、彼女が大学院生だったので、まだ学生だったんですけど、こう授業の合間とか忙しい中、こう1ヶ月に1回はしっかりとこう面会に来てくれて、自分の、まあ、僕の不満とかそういうなんか溜まっているものをこうただただこう聞いてくれたりしてくれたので、そういう意味ではこう本当に両親にもなかなか言えないことをこう打ち明けられる本当に大切な存在だったなとは当時中振り返ると思います。そうですね、2回目ぐらいの抗がん剤の時に全部髪の毛が抜けてしまって、そこからこう生えてきたんですけど、結局まばらというか良くなる前よりもちゃんと生えてきてくれなかったので、最初はずっとこう短い割り勘で自分で丸坊主にしてたんですけど、ただやっぱり丸坊主で肌が白いっていうで髪の毛がちょっとまばらっていて、やっぱりどうしても自分の中ではこう外に出づらかったし、こう周りの人の目がすごく気になってしまってたので、やっぱ坊主にしてもニット帽をかぶったりだとか、まあ、夏でもこうニット帽をかぶってこう自分自身の頭を隠しながら、生活してたんですけど、ある時こうサッカー選手の知り合いのカットしてくれる人から一回ちょっと髪の毛見てもらったらっていう話をいただいたので、そこでこうそのカットしてくれる方と話をしたら、この薄さというか、このまばらな状況はまあしょうがないけど、ただその中でもこうかっこいい髪型とか、そういうものはできるんじゃないかっていう話をもらって、最初はこう上だけちょっと尖らしたような髪の毛からスタートして、だんだん気づけばこうその人にこうライン入れられたりして、気づけばこの髪型になって、新潟では結構この髪型有名で人気なんですけど、小学生の時に話するような髪型なので、僕自身はこう気に入ってましたけど、この髪型をした時に一番最初にこう親父から連絡が来て、子供が真似するからやるなって、言われたんですけど、まあ僕はやっぱ自分が良ければそれでいいかなと思ってますし、それが何かこう同じような境遇にある子たちにとって何か一つのヒントになってくれたらいいなと思うので、僕はこの髪型はすごく気に入ってますし、僕は自分が一番かっこよく見える髪型なんです。ただ一つ紹介したいのが、僕自身が骨髄移植をするときに無菌室に入ったんですけれども、その中でちょうど隣にいた、同じ時期に移植をしようとしていた小学生の女の子がいました。その子は僕自身入院したときにアルビレックス新潟の選手も早川
伏せていたので誰もわからない状態だったんですけれども、たまたま冷蔵庫の位置が隣で名前が早川文也というのが分かって、まあ、僕自身新潟ではサッカー選手ということで多分知られていると思うので、そこで彼女その子が自身の存在を知ってくれて、輪ゴムのプレゼント、アルベックス新潟のチームカラーというのが青とオレンジのその色をした輪ゴムをプレゼントしてくれました。僕自身びっくりして看護師さんにその感謝を伝えに隣の部屋まで行ったんですけど、最初本当にこう中学生とは聞いていたんですけれども、ものすごくこう体が細くなっていて、まあ今見ても今感じ思い起こしてみてもすごくこう、小さくなって、すごく表現が難しいですけども、大変な闘病生活を送られていたんだなというふうな部分を感じたんですけど、その彼女が、早川選手頑張ってください、応援してますということを、その輪ゴムとともに、言葉を送ってくれました。その時に僕は、サッカー選手として、いろんな好評文の中で、夢や勇気や、希望を届けられるようにしていきたいですっていうふうなことを語っていたんですけど、それがいかにちっぽけな、芯の通ってない言葉だったっていうふうなのを強く感じさせられました。その子にとっては本当に何気ない僕を少しでも勇気づけて元気にまた気が和んでくれるようにくれたプレゼントだったと思うんですけど、僕にしてはものすごく嬉しくて力をもらってまた頑張っていこうという強い力をいただきました。そういう彼女の見返りを求めない優しさといいますか、そういう優しさ、本当に温かい優しさというものを僕自身は感じて、これからいろんな人に接する中でそういう部分を僕自身が表現できるようにやっていこうというふうに強く感じた瞬間でございました。そうですね、僕普段新潟でプレーしてるんですけど、まあ、こういうサッカー選手で白血病を経験した人がいるっていうのを周りの人に知ってもらうっていういい機会だと思いますし、多分おそらく周りの方々にも、まあ、白血病だけじゃなくていろんな病気であったり問題を抱えている人がいる中で、まあ、どういうふうに接したらいいのかであったり、どういう寄り添い方をするべきなのかっていうのを少しでも考えていただける機会になると思いますし、またさっき聞いた話では骨髄バンクの登録者数っていうのはものすごく下の順位っていうことで、まあ、そういうところにも、まあ、少しでも貢献できればいいなと思いますし、またそういう何て言うんですかね、温かい輪っていうものが広がっていくことが僕にとっての、まあ、この活動をやる意義だと思っているので、そういうところがどん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 広がっていってくれるといいなと思っています。